れ国際線って何回だっけな。久しぶりに成田空港来たから忘れちゃったよ。あ、あっちだあっち。やべえ、そろそろ時間が迫ってるしチェックインしないとやべえな。よし、急ごう。1212121212。あ、どうも皆さんこんにちは。世界を旅するアラサー社会科教員ひでたびチャンネルです。イエイ。はい、ということで今日はね、ご覧の通り成田空港に来ています。僕はいよいよ夢を叶えるために世界へ旅立ちます。最初の目的地はどこだか知ってますか？僕の教え子は知ってるかもしれない。そうです、ベトナムです。ベトナムはですね、もともとね父親が住んでいたっていうこともあって、ずっとね行ってみたかった場所です。フランスに占領されたりですとか、第二次世界大戦の時はね日本にまあね占領されたりとかね、そんなこともありました。フランスの文化が根付いていたり、まあ、東南アジア独特のね文化というものがありますので、ちょっとね楽しみです。ちょっとってかだいぶ楽しみです。ベトナムからですね西回りに世界を一周して日本へ戻ってこようというふうに考えています。ようやくね、長年の夢が叶うんです。パスポートも新しくしました。イエイ。なぜか5年間のにしちゃったけど新しくしました。嬉しい。ということで、皆さんに世界の映像、歴史とか文化とかねお伝えしたいと思います。じゃあ行ってきます。バイバイ。と言いたいところだったんですけれども、皆さんご存知の通りコロナウイルスのねせいで世界に旅立てなくなってしまいました。僕は仕事をね退職して世界に行くはずだったんですけど、ちょっとね予定変更ということで YouTube に社会科の動画とかね授業の動画とかを上げています。世界に旅立ったらですね世界の映像とかを上げますので楽しみにしていてください。ただですね、このまま世界に行けないの悔しいので、もう必ず行きますよ。来年とかね必ず行きますけど、なんかこのままだと悔しいので、このね実は今 CG をね合成してるんですよ。CG の力によってですね、僕は CG 上でね世界各地を旅することにしました。ということで世界各地の映像 CG ですけど、情報とかね歴史とか文化のことを皆さんにお伝えしたいと思います。これね僕自身の勉強にもなるんですよね。僕もねもともと世界に旅立つ前にいろんなところ行くところのね勉強してから行こうというふうに思っていたので、勉強したことを皆さんにねこう提供して、僕自身の学びにもなるってね、こう一石二鳥にもなるね、動画を作っていけたらなというふうに思いますので、これからも頑張っていきたいと思います。はい、じゃあひでたびチャンネルよろしくお願いします。さよなら、バイバイ、イエーイ。